えー、2024年2月11日、えー、午前11時49分、えー、ちょっとあの最悪な状況、まあ、気づくか気づかなかっただけの話なんですけどもうーん、コンピューターからのサイバー攻撃のスピードは想像以上に速かったっていうのは、今先ほど、あのー、打ち込み直したんですが、こう文章を売、ね、っていて、 で、ここのね、20歳頃にもっていうところの文章があるんですけども、ここです。これが、先ほど、今さっき落ち込み直しただけで、これが、語呂合わせの語呂に文字変えられてたんですよ。これね、さっき、あのーいや、今2を押したら、普通、さっき、ここ表記出てたでしょ。2を押したら、あのー、この語呂だけで、その後2なんかつかないつかない。ね。これはもうすでに証拠。 パソコン下がってる人だったらわかる。動画ちょっと戻して、一時停止とか押して、2押したらさっきここに、2のところに、あの、語呂合わせの語呂って出たでしょ。コンピューターがバレそうになったら、瞬間的にサイバー攻撃で文字の変換まで変えてるのと、一応この時、こちら、あの、この語呂をもともと売っていたのに、この文章をこういう風に、あの、 下の方まで行って、もう上戻した時、つまり数分しか経過してないのに、すぐに、こっちのね、語呂合わせの語呂に変わっていた。で、先に2番がついてたでしょ先に2って押したんですよ。そしたらこの語呂が出てこなきゃなんない。コンピューターがバレたらっていうことで、コンピューターがすでに隠蔽しようとしてるんです。人間が正確に打ち込んでるのに。 これ、本当あの、政府とかも、皇室の人たちとかも知ってもらいたいし、ホームページ、アワいケースの利益を見取見てる人で、この人何か誤字が多いなって言ってる人いた。けども、それは私が誤字を打ち込んでるんじゃない。確認してる。確認しようった後に、コンピューターにやられてる。犯罪の、犯の方。サイバー攻撃。それ違法行為。世界のルール、法律なんか全然回ってない、コンピューターの世界が。それプラス、神がかり的な世界の力、力、せ、 神がかり的な力の世界と結びつけたらどうなると思うむちゃくちゃえ淡井啓介の自宅にちゃんと会うような生き方にならなくなった人間、コンピューターに言われたからとか、誰そうに言われたからとか、そういうふうな自分の判断で動けなくなって、結局、コンピューターの傀儡になってる。という言い訳はそいつら欲しかったのかもしれん。もうテレビも機能も、 タモリステーションも多分以前、去年放送した内容と全く同じや。で、池上明のニュースそうだったかに関しても、あれ多分以前と同じ内容やわ。鬼に関しては、昔も見た。隠れるとかいて鬼とかわけのわからんこと。淡いケースが隠れてるんじゃない。テレビ局の連中。 だから、ラルコアンシェールのハイドさん、ボーカルのハイドさん、ハイドってジキルとハイドっていう小説からのハイドなんですけども、ハイドの意味隠れるなんですよ。今、ハイドさんを責めてるんじゃなくて、テレビ局のあり方はもう全員本名にするしかない。テレビ出演するときに。 で、他にも、あの、ホームページは愛ス介の歴の今まで自分がテレビ局の人間とどうこうみたいな、あの、国会議員の人たちと皇室の方たちといつどこであったかとかの、その、まあ、小説のような文章を、えー、前半後半などで、えー、書いていたと思うんですけども、えー、その辺のところも、内容が、 文字、いつはねかかなり誤字だらけに変わっていました。で、他にもね、あの絶対これはまだ今でもねあの、この人の打ち間違いなんじゃないかって思ってる人、まあ、さっきの証拠を見てもまだそんなことの方向でしか物事考えれない人間は、もうアホになってる、完全に。大馬鹿者に。これは本当。 これは指摘してあげた方がいい。その人に認識ができなくなってるから。老人の方だったらもう認知能力がなくなってる。さっきあれだけの証拠を見せて、それでもまだ疑ってる方がどうかしてる。認用者は普通ゴロって出てくるから。その文字に変えられてたの。で、それを打ち込み直したって言ってる、ね、で、他にも、この間訂正したのが、グレイ編こちらは曲をかなり厳選しましたっていう、この曲のところがね、 テレビ局の局に変わったんですよ。一番最初打ち込むときに、一回テレビ局の局に変わっていて、中国製のパソコンあかんなとか、正直思ったんですよ。これ、レノボで中国製のパソコンなんですけども、変換の仕方がね。だそれは違うかった。あのー、まあ、その後局って打ち、この局に打ち替え打ち直してるんですけども、数日経過したらテレビ局の局に変わっていた。だこれが、 テレビ局出演者の人間の心のない言葉によって、そうなってる可能性か、それか、もともと民間のテレビ局の大元は NHK であって、NHK 料金は税金なんです。で、かといって勤務してる人間が公務員かっていうとそうじゃありません。たまに公務員の人が、 ええー、テレビに出てきている例はあります。自分から、えー、どこそこの、えー、市役所のとか区役所のとか、えー、どこそこの行政の省庁のとか、そういうふうな説明をしてないだけで、名前だけを見せてね、自分が公務員っていうことを明かしてないだけで、公務員の人も混ざっています。で、その大元、NHK の大元は総務省なんです。で、スーパーコンピューター、系営、学、えー、ありましたけども、ええー、理科学研究所の持ち物であって、ええー 政府なんですよ。政府の隠蔽を暴く人間に対して永久的に解決できないルールを植え付けていて全員それに乗っている。定備局側として稼いでしまったからこれで、ただ高い人間の理性によってそれを解除することはできる。裁判官が言ったとしても、それは無効。淡いケースでは訴えられてない。 ここ近年で淡井さんが訴えられたケースはありませんって言われてる。で、もともとちゃんと淡井ケース君の着着に来なきゃならないルールになってる。テレビ局の多くの者も,のもそれは知っていたはずや。もしくは裁判所側の人間がテレビに向かって言う方向で、方法で言ってくれてたのかもしれない。だずっと脱法行為をし続ける。で、どん,どん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 あの状況が本当に裁判になった時に、えー、とんでもないことになるから、 だからテレビ局側の人間に引き入れようとする。テレビ局側の人間という言い方をしましたけども、仮に私がテレビ出演したとしても、それはテレビ局側の人間としては出ません。テレビ局側の人間が今まで出演者たちがどういうふうな悪行をしていたかっていうことをしっかりという人間として出ます。それは内部からの事情作用って言うんです。どうせ出すつもりないと思いますけどね。 あいつらの出す出すっていうのは口先だけ。例えばワードベースボールクラシックの、えー、これ言われたからと言って、言われたからこそ頑張って出さなきゃなんない、自分の言ったことを証明しなければならない、自分の言ったことを守らなきゃなんないって、ヤクルトスワローズの村上選手が言うんだったらわかりますよ。あの、ワードベースボールクラシック年末の放送、四、えー、4時間ぐらいだったかな、放送されてた番組で、村上選手は、村上隆則選手は、淡井圭介に言ってる、 私がこの番組に出しますって言ったけども彼からの連絡なんか一切ない。口先だけで逃げてる。粟井圭介との結婚話何回も説明してる。粟井圭介の自宅にちゃんと話し合いしに来なさいや。各テレビ局や事務所周りへ行って全員逃げてしまった以上、もう方法はないの。だから裁判所もその判断になる。これは普通。 で、淡井圭介は二十歳ぐらいの頃も結局同じ判断だった。本当にそこは裁判してる。西尾ゆかりが法廷に出されてるから、アナウンサー。もういないでしょ。二十歳ぐらいの頃からデビューする前から裁判所に言われてるの。それ込みだけども、えー、あの者はテレビ出てからそれをとぼけていたか本気で忘れていたかのどちらか。本気で忘れてるんだったらメモの仕方が甘い。 重要な内容が一体何かっていうことを分かってなかったっていうことになる。テレビに出ての我がの稼ぎが重要なんじゃない。テレビに出る人間は世の中をどうすれば正常化ができるかっていうことを真面目に考えなければならない。その中で淡井啓介という人間は絶対に外すことができない。外してしまうと世の中これだけめちゃくちゃになってしまった。淡井啓介だけはっきり言って、世の中まともな方向にずっと動かされてるの。 無理だから。もうその人たち悪いことしてしまった後だから。特に僕の年齢と近い人間とか年上の人間。20年以上悪いことしてきた人間だから。後戻りできない状態。だ暴力団っていう例えで言いますけども、それは警察に言いに行っての足抜け。本物も、あんなあの、なんていうの 映画映画の世界のあの、ああいうような暴力団かない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 ね。さすがにあれはない。拳銃持ってる人間が何人もいて、日本刀を持ってる人間がいてで違うから違うから。もともと、テレビ局と、ね、そこのスポンサーである、例えば三菱とか、三井住友だとか、む昔は三井グループと住友グループ。その三つが三大財閥って呼ばれていたけども、まあ、富士グループとか他にもいろいろいっぱいある。他にも本当は。あのー、いろんな、 会社の集まり。で、そこの会社の集まり、社長さんの集まりの中から会長が選ばれる。で、そういったところが1956年賠償、講償が出来上がって、えー、全部自分たちが悪いことをしていた側の人間だっていうことがバレた人たち。全員がそう。会社の責任は一番大さ汰る人間とかにあるから。一番の責任は。 全員が全員、例えば金で女を買うとか、金で男を買うとか、そういった世界を認めていたわけじゃないと思う。みんな悔しい思いしてたんだと思う。そしてやっと1956年に売春防止法が出来上がった。ただし、その法律がなかったせいで、ひどい目に遭ってた人たちは、ものすごい数がいた。で、ものすごい悪党が、ものすごい稼ぎをしていた。これが昔の歴史。通りで、 1946年ぐらいに開戦した、うん。本当はもっと前から。ずっと戦争は続いてるから。第二次世界大戦の本当の始まりがいつなのかっていうところは、アメリカに対して先制攻撃を、えー、行ったところから開戦っていうことにしてるけど、本当は違う。第一次世界大戦と第二次世界大戦は繋がってる。本当は。で、第二次世界大戦で、通りで、 政府上層部がそこまでめちゃくちゃな人間ばっかりだったんだったら、裁判所の人間とか、裁判官とかね、警察とか、警察官とか、検察庁とか、行政の人間とか、そういう人間はたくさん混ざっていた。今も混ざってる状態。絶対混ざり込んでくる。無理だから。あんなにたくさん人が入れ替わり、立ち替わり、入ってきてるところ、誰が正常な生き方知るなんか、みんな調べることなんかできないから。 わかりやすく言うと人材派遣会社のいろんな会社のえ担当者の人とか上の方の人間にえ電話つないでもらってもう本音で言ってくださいって聞きましたこんなにたくさん人抱えてますけども誰がどういう風うな生き方してきたかなんかわからないですよねって正直に言ううん、も君の言ってる通り俺らもこんなにたくさん人いて誰がどういう風うな人間なのかわからへんって これがどこの人材派遣会社のまともな人の返答。大体のところはちゃんとそれ言ってくれる。これが世の中の実態。で、ほとんどの会社が人材派遣会社の人間を使って、えー、賃金のカットを行ってるから、ますます、あのー、話がむちゃくちゃになる。どこの誰が、どういうふうな人間が働きに来てるかなんかが、みんなわからないままあ、働いてる。だ働いてる時の、 勤務してる時の姿勢だとか喋ってる文言でどういうふうな人間かを割り出すしかない。けどこれは結構簡単にわかる。ドイツはどういうやつなのかっていうのは。これは簡単、すぐにわかる。で、この内容に関して、えー、多くの人がそのコンピューターからのサイバー攻撃、えー、理解してあげてほしい。 あの、この人文章打ち間違えてるなっていうことじゃなくて、あの、文章をこの人変えられてるな、被害者だなっていうことを考えてあげてほしい。自分が同じ目にあ,あってからじゃ、遅いから。先にその認識持っておかなかったら。そうじゃなかった相手のことバカにしちゃうでしょ例えばインターネットゲームで我が天下とか我が天下戦国風で笑いながら、 笑ってる顔のマーク使いながら、言ってるの。あんな語字だらけの文章とかって。で、そこで僕はちゃんと言ってるの。文章で記載して。いいかいって。サイバー攻撃でも文章変えられるんだよって。それ気づいてるって。イケアメ・キラのニュースそうだったかのあの番組見てどう思うって。 日本は世界中からサイバー攻撃を受けてるし、日本もサイバー攻撃を返してるよって。それグラフというか表記、えー、グラフじゃない地図で表して、矢印で攻撃がこう、ずっと矢印がこう飛んでくる。お互いに飛ばし合ってる。あれが本当の世界。っていうことは政府の情報まで変わってしまう可能性がある。パソコンの中。 現にテレビのニュースで、水法人銀行、何回、サイバー攻撃を受けて、停止になった。あのニュース何回も流れどうぞ。状況、本当にみんな分かってる。言ってあげなきゃ。何々さん、文章、この辺変わってますけども、サイバー攻撃を受けてますよって。 それが知識人としての行動であって、大人の行動。笑ってるやついらんよ。そいつら笑ってるだけや。で、笑ってる時の絵文字自分で気づけ。泣き笑いや。涙流しながら笑っと。本当は、どういう人間だった自分は。子供の頃、みんな親と仲良くしていた時期がある。友達とも仲良くしていた時期がある。本当はみんな真面目な人間として、 平和的な生き方で生きていきたかった。だけども、人を簡単に馬鹿にする。本当のことも知らないで、相手のことを馬鹿にする。自然と泣きながら笑う絵文字を使用する。ワンピースのスマイルっていう悪の間の身は、そこまで分かっていて作ってる。笑うことしかできなくなった連中。 気合い入れて解決しようとしなくなった連中。すぐに俺たちには解決なんかできないように逃げてしまう連中。役に立たんよ、社会人として。根性あるとこ見せろ。俺みたいに正々堂々とこういう本当のこと言え。自分の運転免許証ぐらい貼り付けとけよ。自分のホームページにはっきり言うよ。 我が天下とか我が天下戦国府務のコメント欄は一般人でも簡単に入力することができるけども YouTube のコメント欄はあれはほとんどがテレビ局関係者 Facebook に登録せなあかんそんなややこしいことを例えば自分で金払ってパソコン教室で習いに行って作ったりするしないでしょ僕はえっと自分であの作った別にパソコン教室行かなくて Facebook のただし 画像の貼り付けとかが後から行っても通用しない。何かおかしい。だからあのー、自分の顔写真とか本当は貼り付けたかったけども貼り付けれない。で、名前の打ち込みとかも、えー、最初外国を意識して圭ア淡いっていう形で打ち込んだけども、それは淡い圭ケに変えようとしたけども、書いたんだけども、入力じゃ変えたんだけども、それは通用しない。何かある、あの世界も。 もともと嘘使ってる。YouTube の、あのー、再生回数に対してコメント欄。100超えたら多い方。そこでみんな気づかなあかん。ほとんどの人間はコメントなんかしてへんやんって。ああ、あわさんが言ってた内容はこれかって。ああ、テレビ局関係者が、関係者がみんなコメントしてるのかって。そういうこと。人間は実際会ったりしなかったら、会って話して仲良くしたい。 え、したりしなかったら、深い関係は気づかれない。で、Facebook の登録者数が、テレビの、またフェイクニュースだと思うけども、世界中で、あれ最初、何億人って言ってた最終的になんか10億人とかテレビの放送で見たことない。僕は見たことある。絶対ない。こんなややこしいものを、 いちいち登録する人間なんかそこまでおらへん世界中で。そもそも本当のこと言うとパソコンで打ち込まなかったら打ち込みにくい。素早く。編集とかもそうだけど。Facebook も嘘を使ってたっていうこと。で Facebook は基本的に無料だから何が元になってるかって言ったら多分 Google から流れてきてるお金。みんなの通信料。 なんかアプリなんか増やすものじゃないっていう結論になる。通信量上げられたら困る。新しいアプリ作られるぐらいだったら通信量下げてもらった方が良い。エネルギーの残存量問題から関しても同じ。データが蓄積するから。ウキペリアもそうなんだけども、 あの、お亡くなりになられた方のオキュペディアまで、えー、人物のね、えー、履歴が残ってしまうんだけども、そこも嘘が混入されてる。で、その中で、亡くなった人のデータ消去を誰がするのしなかったらデータはずっと積み上がっていくの。大きなコンピューター、大量のデータを蓄積できるコンピューターは永遠に作り続かなきゃな、作り続けなければならない。だから政府にも言ってる。 削除隊が必要だって。特にニュースの記事に関してはもうフェイクニュースまじりだろいらないじゃないそんなもの。通信量本当はもっと下げれる。スーパーコンピューターの大型化なんかどもういらない。あれ多分、記憶容量も大きく上げようとしてる。そうじゃなかったら無理やから。データがどんどん積み上がっていくから。で、そのことについて、 各自が同じ意見で言うしかない。で、選挙の時にそういったところを指摘して改革する案を出してきた人間内容を見なきゃならないよ。そういった人間にみんな投票するべき。はっきり言うよ。選挙に出る時の公約見てみ今まで通りのことしか書いてない。大したことなんかみんな書いてない。そうすれば、エネルギーの残存量問題な,なんか無視して、建築業界に 仕事ばらまいて、作らんでもええもの。で、消費税上げて、住民税上げて、けど票はかき集めて、自分たちが議員になって、高額所得者。年収500万円以上が高額所得者や。これはこの世の中の実態。本当の話や。本当の話から逃げたらあかん。裁判所は真実が全て。裁判所で、この話で、淡井啓介の方を委託してる人間は、裁判所で必ず負けなあかん。違法者やかれ 世界のルールは法律。法の悪用。というよりも、横領事件よ、これは。議員が率先して、まずエネルギーの残存量問題で、第一次世界大戦と第二次世界大戦はずっと始まってた。植民地支配。そこの領土内から石油とかガスとか、あと金属類の採掘をしたかったから。日本もそれで進出してしまってる。これが事実や。 だから僕は政府、中国政府とかにちゃんとその件に関しては謝罪してます。日本が領土を侵犯してしまいましたと。これは違法行為でありますと。申し訳ございませんでしたと。ただし、ヨーロッパとかにもかなりの責任はある。あの頃先に植民地支配で奴隷支配をしたのはヨーロッパが始めた。日本はそれを見て、それを手本にしてしまった。そういうものなんだなって世界の流れはあって。 奴隷支配あんなななめちゃくちゃゃなく話ないよ収容所に入れられてただただ資源の採掘とかなどで働かされる農業関係もそうだけどもだから世界中で戦争が発生したでヨーロッパの多くの人たちおいや多くの人たちじゃないなやっぱり GDP だの何だのって先進諸国だって言ってもそういうことを忘れて え、生きてる人間の方が圧倒的に多い。気にしないでね。で、日本は第一次世界大戦の頃にイギリスからお互い軍事同盟結んでいたんですよ、その当時。イギリスや常任理事国かな、国連になる前の国際連盟の頃の通過国に日本も海軍力、 海軍力を縮小してくれって頼まれたのよ。エネルギーの本当は残存量問題。こんなことで、えー、軍事なんかでお金なんか使ってたら、あの、資源なんか使ってたら、金属とかもそうだけども、あのー、ガソリンとか。世界中絶対無理があると。無理だと。なくなった瞬間、これ、急に時代は後戻りなんかできないっていうことで、頼まれたのよ。それは日本人が勘違いしたの。怖いから、あの人たちのしてること。いろんな国、あいつら侵略してるでって。 最初にヨーロッパの人たちの方が侵略してるから。で、ヨーロッパの人たちは淡いケースで喧嘩するつもりがない。歴史の正しい認識を説明してる。今の人たちにその罪はない。今の時代に奴隷制度をしようとする人間なんかいないから。根本的に。で、 日本はそのエネルギーの残存量問題に対する正しい認識の返答を間違って解釈してしまった。日本が海軍力を縮小されたら攻め込んで来られるんちゃうかって。日本を占領されるんちゃうかって。それで日本を反発してしまった。そこから第二次世界大戦。アメリカに先制攻撃仕掛けたの。 君たちこ,とこそ言ってることと知ってることが違うって。もしかしたら、うん、第二次世界大戦の頃にはテレビはあったはずだから白黒ですよ。未来からの声とか聞こえてしまった方かもしれない。それによって日本は核兵器を2発落とされるっていう未来からの声に対して、 アメリカを敵視して真珠湾攻撃を仕掛けたのかもしれないけども、それだったら話が前後はむちゃくちゃ最初から戦争攻撃し仕掛けてなかったら、アメリカと日本は戦争してない。こういうめちゃくちゃな世界の中で、我々が生きていって冷静な判断をしなければならない。だからシンプルイズアベスト。 戦争なんかしなければいい。そんなことは国連の上層も分かってる。日本の政府上層も他い、他の国の世界上層もみんな分かってる。だけど、テレビのニュースはどうだった長年、ね。戦争を煽るようなニュースばっかり使ってたやろ。何がしたかった軍需産業で金稼ぎがしたかった。それに三菱とかのこと。もともとそこが言った。無茶苦茶なことしと。金に物言わせて。 三井住友も同じ。富士グループも同じ。スーパーコンピューター系も富岳も富士通100%。全部話の整合性が一致してくる。昨日の夜の1時にも、車のドアバターンってする音をジャストに、あれは電波で聞かせてきてると思う。ものすごいリアルな音。それは我が天下我が天下戦国風部の えー、我が天下の方で、えー、三国志を扱ったゲームなんですけども、その日のゲームの終わる時間が、えー、一時設定されてるからかもしれませんけども、変なヒントの方かもしれない。ヒントと見せかけでコンピューターが攻撃しかけてくるから。春山清骨院。向こうは、あの建物、オープン当時は、夜の12時回ってもお客さんが出入りしてたから。 で、お客さんっていう形にして、いろんな悪党業界のやつら多分集会所になってたと思う。夜の12時に集まってくる人間なんかおらへんて。8時でも遅いよ。20時。もともとああいうような生骨院なんか、17時で閉店してる。人人口密集地帯の神戸市兵庫区でもそうだった。で、すぐに倒産して亡くなる。当たり前、皆に嫌われるから。 集まってきてる人間と集まってきてない人間、どっち、どちらが多いと思うと思うね。あと違法行為も肌だ,だしい。で、そこの連中が帰っていく頃の時間帯が夜中の1時。それならその後も整合性があってくる。じゃあ中国は、 ヒントの見せかけて、そのサイバー攻撃を仕掛けてきる来てる可能性がある。言ったさっき矢印で最初の方に。日本もサイバー攻撃仕掛けてる例もあるし、他国からサイバー攻撃を日本はこれだけされてるってものすごい数。調査なんかできる数じゃない。マンとかそんなレベルじゃないから、一年間で。どうすんねんて。 この世の中ってそれでもまだコンピューターを大きくしていくのって。能力上がっていくよって。誰が収集つけれんのって。人間が動かしてるのコンピューターを動かしてるの社会よって。だから、我が天下と我が天下戦国府淡井圭介の提案で出来上がったゲームで、ほぼほぼ淡井圭介の、あのー、構成された内容、9割ぐらいで出来上がってる我が天下の方に関して。 で、それに対してのお金を絶対に支払わなきゃならない。法律的に。あしなかったら違法行為だから。だからそれを、そのよう淡いケースが言ってきた。で、その件を信じなかった人間が身勝手なことを言い始めて、会社を守るだとか、そんなわけのわからん方法で、電波での攻撃を仕掛けてきている可能性もあるし、春山製骨院かもしれない。ただ、ハリキューマッサージっていうものは中国から伝わってる。ただしアワイ、淡いケースも中国と喧嘩する気ないから、そこは会社と分けてる。中国政府と。 ハリキューマッサージに関して中国政府の方はどう言われてますかっていうことで、ちゃんと科学的根拠ないってあんなものいらないって言ってる。もともと悪さした人間が針リ打たれたりしてんの。お給を据えるとかもことは聞いたらわかる。悪さした人間よ。じゃあ集まってきてる人間はどういう人間悪さしてる人間や。もともと淡い系ですけど、 淡ケースに喧嘩を打ってきた人間とかどれだけいた今老人の人間は26年前はどう何歳だった絡んできたんじゃないの答えなんか最初から最後まで簡単や。淡井ス介を信じなかった人間の負けや。何にも進んでない肝心絡めの内容は。テレビ局に人間はフェイクニュースで金稼ぎ、嘘でや。 そんな社会を見たらどうなだよみんな。行政はなぜ動かなぜテレビ局を合併させて番組を少なくしないその方が管理しやすくなる。以上。俺は本当にこのコンピューターのサイバー攻撃手に負えん。